ゴッシーズブラフ、ISS からの写真。ゴッシーズブラフは、オーストラリア、ノーザンテリトリー南部の複合クレーターである。西マクドネル山脈とジェームズ山脈の間のミショナリー、平原にあり、アリススプリングスのおよそ 175km 西に位置する。約1億4250万プラスマイナス80万、年前の白秋さ初期に小惑星、または、 隕石の衝突によって形成されたと推定されている。複合クレーターであり、直径約2 2トルだったと推定される、クレーターの円は風化して消えていて、円形の水系が衛星写真に暗色のリングとして見える。直径5トル高さ1 5 0ルのクレーター型の構造が露出しているが、これは衝突からの跳ね返りで形成された。 中央級の風化した残存であると解釈されている。円形岩壁の円は、破砕化し隠れ木化したオルドビスキで盆棄の砂岩、血岩からなり、その周りは砕設物斜面となっていて、当初のクレーター面を忍ばせる。壁は東側に切れ込みがあり、そこから小川が流れる。現在の地表は、元々のクレーター面より約 2km 低く、元々のクレーターの多くは、 侵食によって消えている。この地表構造が衝突期限であることは1960年代に最初に提唱され、豊富なシャッターコーンがその最も強力な証拠となった。衝突した小惑星または彗星は直径1キロメートル2キロメ2トルの比較的低密度な物体と推定され、地下4 0 0 0メートル以上にわたって古生代の操女が上乱されている。 ゴッシズブラフは1872年に探検家、アーネスト・ジャイルズによって、ハリー・ゴスにちなんで命名された。ハリー・ゴスは当時新設されたアリス・スプリングス電話局のオペレーターで、著名な探検家、ウィリアム・クリスティー・ゴスの兄弟である。この場所はアボリジに、西アランタ族の聖地であり、彼らはトノララと呼んでいる。ゴッシズブラフを含む地が、 トノララ自然保護区に指定されている。ウルルは約2 0 0トル南西にある。過去にこのクレーターは石油探査の対象となり、二つの調査油性が中央付近にある。ドリーミングでは女神たちが大空を横切って踊り続けていて、それが天の川である。一人の女神が赤子をゆりかごに寝かせて踊っていた。しかし、ゆりかごは舞台の縁から転げ落ち、 地上へと叩きつけられた。このゆりかごは、トノららの円形岩壁となった。赤子の母親は、夕方の星として、父親は、朝方の星として、毎夜毎朝、いなくなった赤子を探し続けている。ありがとうございます。